もそうと総口秋田の地底人ラジオ。東京パラリンピックが全日程を終えまして、はいはい、閉会式を迎えました。ご覧になりましたか、総口さん。はい、まあまあ全部じゃないですけど、まあ、チラ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 ずっと見ておりました ね。はいはい、ねえ、感動しますよね、やっぱ。というか、まあ、それもそうだし、やっぱりパラリンピックで初めて見た競技もたくさんあって、ボッチャだっけ。ボッチャも、まあ、あのゴールボールとかも、これあのこんな面白いのかとか思ったりとかして、うんうん、ブラインドサッカーなんかもそうなんだけど、でも見えてるのかなっていうぐらいパスがバンバン通っていくっていうね、あれものすごい感覚の研ぎ澄まされ方ですよね、おそらくね。ボール、まあ、ゴールボールもそうですけど、ボールの中に鈴が入ってますって言われても、なんでこんなにこう感じるのか、すごいなっていう。プラスそのギアの進化といいますか、使ってるアイテム、車椅子自体もそうだし、あと走り幅跳びの、おそらくあれカーボン製とかですよね、はいはいはい、はい、あのね、短距離走なんかもね、あの、うん、すごいバネで、そっちの方が速いみたいな話もあったりね、いわゆる人間の能力をなんか拡張しているような感じですよね、うん、可能性を感じますよね。さまざまな進化を感じる。いやいや、人間自体の進化もそうだし、うん、その人間が足りてない部分を補うアイテムの進化ももちろんあるでしょう。その補完する、補填するギア、マシン、機械、アイテムと人間が高い次元で交わることによって、通常のトレーニング、オリンピックの記録よりもさらに高いところに行くっていうのって、なんかこうワクワクしますよね。うん、まあ、パラリンピックもこんなに真剣に見たことなかったんで、もう次からもうちゃんともっと見ようとかってね。なんか普段のね、あの多分そのこれからの4年間の間にもいろんな大会とかあるんでしょうから。そうですね。あと今回のオリンピック、パラリンピックでいうと、カメラアングルが相当凝ってましたよね、いろんな競技。それは多分福山さんから的な視点なんじゃないですか。なんか、そうかしら。なんか多分撮り方とか、まあ、ほら、あのグッて止まってぐるんって回ったりとかはね、体操なんかでもやってましたけど、水泳なんかでも、はい、飛び込み、あれすごくないですか。飛び込んでの追いかけていって、そのまま水中にカメラが入っていって、そのまままた上がってくるみたいな。水滴つかないんだよ、あれすごくない。あれってだから どうやって撮ってんの、どうやってんのか教えてほしいよ。でもあの映画だったら、例えば主人公が船からドーンと落ちて、そのままズボーンっていうのは、まあ合成とかいろいろね、なんか別のタイミング撮ったりとかあるんでしょうけど、あれって同時に撮ってるわけですもんね。なんかアクリル板があるのかな、前にでかいのがあって、そのアクリル板みたいになってる。アクリル板自体の手前で、うん、そう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 、水槽みたいになっていて、その手前でカメラが動いてるとするならば、まあ水滴はつかないよね。でもプールって、その飛び込みの普通のプールですもんね、片側が水槽みたいになってるプールに見えないですもんね。まあなんかやってんでしょうなんかね、いや別に悪いことはやってない、悪いことじゃないけど、いや結構競技の見せ方のカメラの進化、映像の進化はすごく感じたけどね。そのなんですか、シンクロとか、そのアーティスティックスイミングとか。ああ、そう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 、ものすごい鮮明になったの、水中画とかっていうね、なんかね、綺麗だよね。でスッて上に上がったり下がったりとかったりとか。そうそう、あれだから今まではアーティスティックスイミングの方々も水中では若干こう顔の表情とか緩めてたかもしれないけど、もう今どこでも気が抜けないもんねみんなで歩いて、さっさって歩いてるあの時の顔ですよね、なんかね。あれもそうだし、あの顔で水中でもいなきゃいけないっていう。そう、今まで過去だったら水上に出てる部分だけで見られてた、あとは天カメみたいな上から撮られてる状態だったんで、まあ表情まではちょっと伺い知れないとこあったと思うけど、だ水中の中では一旦表情を崩して上がる直前に顔クワーって顔を作ってってやってた方もいるかもしれないけど、はい、今全部見られちゃうからね。それも多分審査員の方もそこも見てるでしょうから。あ、見てるでしょう。水中でも水中で気を抜いてないかポイント見てると思いますよ水中表情ポイントみたいな、あると思いますよ。はあ、ちょっと待ってください、まあ、あの DSP さんがなんかその時の撮影用のカメラこうだった資料を出して、ほーって横についてるんですよ。どうなってんの？どうなってんの？合成してるみたいです。え？あの NHK のツイングカムっていう独自の、うん、その水中撮影用の、うん、カメラを用いてるらしいんですけど。また作っちゃった NHK さん。ですね。水中と水上のそれぞれの撮影してる映像をちょうどこの水面のところを挟んで。ガチャンコしてんだ。
中継のアウトされる映像の方には合成されたものがこう流れてくる。まあ、そうしないとあんなんだって上下動したらおかしくなりますもん多分ね。なるほど、なるほど、なるほど。あなたは水面の画像と水中の画像を合成していたんですね。まあ、NHK さんね。NHK さんね。いやだからまあこういうことがあって進化していくっていうね。まあオリンピックごとに多分最新の機器をどこの国でも投入してくるでしょうから。そうですよ。もうまさに日本一といいますか、あの映像技術の見本市ではあると思いますよ、オリンピックっていうのは。そこにぶっ込んでいくっていうね、うん、それがだからいわゆる一般のところにだんだん降りてくるっていう。僕ね、その NHK さんで思い出したんだけども、あのチーターだかピューマだかヒョウだかが野生動物のね、サバンナで、草食動物を追跡して捕獲する映像を、まあ、見て、わこれすごいなと思ったんですけど、あのヘリに、はい、ヘリコプターでそれ追跡してるんですよ、はい、でヘリの先端にカメラがついてて、それがジャイロ機能がついてて、あ、まん丸みたいな感じのやつ、うん、ブレないやつ、はいはい、ヘリ自体が振動してるし、ヘリがこう左右とか上下とか動くと当然ブレるじゃないですか、うん、映像も。でもそれが手ぶれ防止機能のすごいやつがついてるから、うわーっと追いかけていっても全然ブレてないんだよね。でそのカメラをマイケル・ベイ監督が持ってるっつうのよ。あ、ヘリとカメラを。ああそれはあの CM の時のやつ、あのスーパードライの時、はい、あの崖みたいなとこに、そう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 、あれで撮ったのよ。っていうかマイケル・ベイ監督の最新作とか見ましたけど、本当にヘリとか大好きですよね。あ、そう、空撮好きだなやっぱりと思って。どんだけ見たことない映像を撮るかにもう命がけだからね。まあそうですよね、誰も見たことがないやつを撮りたいっていうね。そう、それはほらトム・クルーズ、トップガン、マーヴェリックだってそうじゃないですか。はい、まあ、だからマイケル・ベイさんもそうでしょう。あのやっぱすごかったもん、ヘリの先端にカメラついてて、僕もねスーパードライの CM の時のエピソードだけど、マイケル・ベイ監督チームのヘリチームも来て、崖の下からブラーってヘリが上がってくるんですよ。でその先端にはその手ぶれ防止機能がついたカメラがついていて、まあ、手ぶれ防止機能っていうとものすごいなんかあの運動会かなんかでお母さんが撮ってるみたいな感じですけど、それがブワーッとすっごい近いところまで、結構近づくでしょ、5メーター近くまで近い、かなり近かったよ。はでそこからドリーバックしていくんだよね、ブーヘリが離れていくんですか、ヘリが後退するの、ブワーッ、それで大ルーズ引き絵になってるみたいな。マイケル・ベイ監督がそれを持ってるっていう、その持ってるというかそのチームかな。まあでも使いたいときに使いたいからっていう。そうだね。そしてご本人はプライベートジェットを自分で操縦して、あのアメリカのモアブというあの石の奇妙な奇岩の地域まで自分で運転して操縦してやってきたっつうんだから。いや、あのジョン・トラボルタさんとかもそうですけど、なんで自分であの飛行機を操縦したくなってくんだろうな最終的には。誰でしたっけあの人、深海に潜るあれ持ってる人、はいはいはい、監督の、ジェームス・キャメロンです、ね、キャメロンさん、あの人個人で潜水艇持ってらっしゃるでしょ、はい、そうですね、まあ、あの昔アビスとかなんかそういうあの、ね、深海の映画とかも撮りましたけど、うん、やっぱ最終的になんかそうなってっちゃうんでしょ多分ね。だ見たことない映像っていうのを追求すると、もう深海とかあと宇宙とか、はい、そっち方面になっていくよ、ね、誰も行ったことがない場所っていうね、うん、だからその操縦する楽しさもありながら、やっぱここに行けるの今俺だけ、俺今世界一深いところにいる俺だけが、俺世界でナンバーワンみたいな、そういう達成感ってあるんでしょうね。まあね、まあ、ちょっとその映像の話がそうなっていったけど、多分そこから見る景色なんかっていうのもまた全然違う景色なんだろうね。だ人間の目で見ているものを表現しきれると、それはすごい映像になるんじゃないの。その例えばアスリート目線でもそうだし、 X ゲームでさ、はいはい、もうすごい雪山の上から降りてくる人いるじゃん、スノボとか自転車とかで、はいはい、あとその崖の稜線みたいなところを MBX というかマウンテンバイクでさ、もう走ったりとか、もしくはなんかあの手と足のところをなんかこう、膜みたいにつないで本当に滑空して、あの飛んでるムササビみたいなやつでしょ、5、6人ぐらいでバカなんじゃないのっていうぐらいのところへ、死ぬよっていう感じのところ、どうやってなんであんなことすんのって思うようなはいはい、はい、
あれすごいよね。すごいですね。全くやりたいと思わないよね。本当ですか。やりたい。やってみて。私ほらスカイダイビングとかも好きなんで、こうやるの。かっけえ。いや俺スカイダイビングも絶対やりたくない。バンジージャンプももう やったことない。やったことない。あ、じゃあこれ地底人ラジオ、これ海外とかね、旅行とかもできるみたいになったら、もうみんなでマカオタワーかなんかに行って、ほらマカオタワーの上からシャーって滑空できるアトラクションとかあるじゃないですか。なんかだったら俺あっちの方がいいわ。 F1 マシンとかでサーキットでもうバリバリ全開でベタ踏みしてみたいわ。それはだから福山さん、前に何か魂のラジオかなんかの仕事かなんかで浜松行った時に一回サーキット行きましたよね。ああ、サーキットで300キロを目指したことありましたよ。あの横にちゃんとね、はい、インストラクターみたいなやつ。私も、はい、私なんかでも逆にそれはもう思いっきりアクセル踏んでいいですって言われても踏めなかったです、怖くて。やっぱりだ、僕はね、自分でコントロールできてるっていう、まあ、実はコントロールできてないし、300キロなんて出せないし、うん、その領域になると全然コントロールできないんだけど、はい、アクセルを開ける戻すぐらいのこう自由意志じゃないですか、はいはい、バンジーってそこに意志が働かない、もう万有引力だけしか働いてないから、重力。あとはもうね、勝手に落ちるだけですからね。重力でしょ、G でしょ、その、はいはいはい、その落下 G だけでしょ。もうその落下 G だけに命が委ねられてる状態がもうすごく嫌なのよ。あ、そうですか。そう。まあ、あとね、ちょっと話はまた若干戻る、はい、行ったり来たりするんだけど、はい、その、トップガンマーヴェリックのね。新作ですね。うん。あれすっごい見たいんだけど、はいはい、僕前も言いましたっけ、その、戦闘機に乗ったことがあるって話。はいはい、いや、知ってます、私。うん。だから番組ですよね。はいはい。そうそう、やりましたね。結局オンエアはされなかったんだけど。だからオンエアされてないから映像見たことない、その。見たことないですよね。はい。体験だけはあるんで、僕はさ、だからトップガンマーヴェリックすごい見たいのは、これよく失神しなかったな、みんなと思って。あれ、血液が全部下にぐわーって下がって、失神するって言いますよね、なんか。うん。だからエアコンプレッサーでズボン。あ、プシューって、G がかかると、空気がブシューッとこのズボンに空気が入っていって、ギューッと締め付けるんですよ。よくマッサージ屋さんとかにあるじゃん。あ、ね、はい、足とかにつけて。あ、そうそうそう。あれの、あれのもっと強いやつ。あれで血液が下半身に全部流れ込んでいくのを防ぐんですよ、ね。逆流させないぞっていう。そう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 。でもそうしないと全部下に行っちゃう。もう失神しちゃうんですよね、あれで。でも絶対多分そのぐらいまでの G かかった状態で多分撮影してますよね、多分ね。マイケル・ベイ監督の映画も映像として楽しめるの？ああ、それね、この間ネットフリックスとかで公開になってるやつとかも面白いですよ。見よう。そう、シックスアンダーグラウンドが、うん。とにかくもういきなりカーチェイスがめちゃくちゃ、まあどういうやってるのか分からないですけど、イタリアの中でやるんですけど、うん、街の中で、はいはいはい。美術館の中まで車入ってきますからね。あら。ウフィッツィ美術館とか。合成ですよね。と思うんですけど、だからクロエとダフネとかでしたっけ、なんか有名な像とかを、車でぶつかって破壊したりとか。ダメですね。で、確かアダムの像、チンチンが、ほら、うんうん、有名な、はいはいはい、あそこのところ、ぐーんってゆっくり、もう、ドリフトしながら行って、チンチンゆっくり流れていくみたいな。ユーモアあるね。ユーモアあるんですけど、どういう風に撮影してんのかな、みたいな。見たい見たい。ちょっと見よう。イタリアの街中をもうガンガンに走り回ってますから。どういうふうな、これ、許諾システムになってんだろうな、みたいな。そういう楽しみだよね、映像っていうのはね。そうですね。やっぱ見たことないものを見る。はい、どうなってんのこれっていう興奮。無理でしょうっていうことを、ね、現実だったら無理だけど、みたいな。で話はギュギュッと戻りますけど、そういうその映像の進化を感じさせる、映像技術の見本市のようなオリンピック・パラリンピック、戻りましたね、今ものすごく今ギュギュッと、そうだった、そういう話だった最初。そういう楽しみ方も今回はあったなと思いましたね、はい。3年後フランスですね。そうですね、パリ五輪。そうか、3年後もう、うん、結構近いですよね、そう考えると。パリ五輪おしゃれでしたね、うん、あ、映像やっぱかっこよかったな。おしゃれでしかっこよかったな。おしゃかっこよかったな。だってエッフェル塔の一本が義足になってましたからね、足が。まあ。パラリンピックの時の最後の映像だと。まあ。おお、やるね。やりやがったな。おフランス。ねえ。まあ、写真と映像発祥の地ですからね。ああ、そうですよ、ね。楽しみです。はい。では、今夜も行ってみよう。
福山雅治と着々の地底人ラジオ。君待ちリクエストのコーナーでございます、はい、あやちゃん東京都墨田区のね、アベマ TV で聞いております。マシャ、ソウちゃん、コンチ帝人、コンチ帝人、いつも楽しく聞いています。ありがとう。リクエストさせてください。友よが聞きたいです。うん。私には、エリコちゃんという親友がいます。小学校で出会った時は友達の友達でした。彼女と親しくなったのは、中学2年生で同じクラスになった時です。なんと同じマシャファンだということが判明しました。お、うん、買ったばかりのアルバム、F がかっこいいと盛り上がりました。うわ、嬉しいね。初めて一緒にマシャのライブに行ったのも彼女でした。二人してマシャが現実に存在していることを、同じ空間にいられたことに感動したのを覚えています。それからもお互い仕事が忙しい中でも途切れることなく、今も変わらずずっと仲良くしてくれています。もちろんマシャのライブにも一緒に参戦し続けていますよ。今回友よをリクエストしたのは、彼女が今将来を見据えて勉強を頑張っているからです。彼女は地元、私は東京におり、コロナ禍も相まって頻繁には会えていません。 LINE でのやり取りでは察しきれない悩みもあると思います。友よ、走れるかと私からのエールを込めて届けたいです。どうぞよろしくお願いします。とまさにその30代前半から中盤にかけてっていうのは、もう仕事の責任がグググッとのしかかってくる世代ではありますよね。そんな年齢に入ってまいりました。あやちゃんもご友人もね、エールを込めてあやちゃんからお友達ともよ、いくつもよ走れるかい。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。パラでね、あのマラソンの道下選手、金メダルをマラソンで取りましたよ、はいはい、ね、見事でしたけども、その方がずっとこう長く福山さんのファンだってというふうに僕も伺って、ね、道下さん、うん、いや僕はね、はい、僕の方が道下さんのこと好きだよ。まあいい笑顔、いやまあ、いやまあそうで、いやいや、まあまあ素敵な笑顔でしたよ。本当にね、金メダル、笑顔がチャーミングで ね、まあ笑顔だけじゃないんだけど、本当チャーミングで。ってことはなんかライブとかももしかしたら来られたこととかあったりとかするのかもしれませんしね。かもしれないですね。どうなんでしょうね。144センチですよ。そしては1分間240歩の見事なピッチ走法で快挙。一般には200歩、1分間というと200歩で上級者。すごい回転数ですね。へえ。3時間50秒、早っ。3時間、こんなアスリートの方も、ファンの方がいたのか。いやいやいや、ファンというほどまでファンでないかもしれないですよ、こういうのっていうのは。いや、ごめんなさい、なんで急に道下さん疑ってるんですけど、なんか今疑ってるわけじゃないけど、なんか持ってんだろう話みたいな感じの今。いや疑ってるわけじゃないけど、多分僕の方がファン、はい、あ、いや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 、まあでもありますから、そういうことね。お会いしてみるとあれっていうのって結構あります。ありますか。あれ、ありますあります。あれっていう、そんな嬉しそうでもない。そうそう、実は友達がみたいなこととか、すっごいファンでいてくれて嬉しいみたいな気持ちで行くと、はい、なんか歌いましょうか。いや、なんか歌とかじゃなくて、あの実に面白いって言ってもらいたいんですけど、そっちからっていうな、うん、歌とかそれじゃなくて、あの日本の夜明けぜよ的なことでいいんですけどみたいな、ドラマ方面からみたいな感じに、あんちゃん小雪ぐらいの感じでいいんですけどみたいな。結構昔疑ってるわけじゃないよ。そうですよ、ダメですよ、すぐ疑う癖はね。そうじゃないんだけど、ただほら自分がほら舞い上がっちゃうから。そうね、ごめんなさい、傷つきたくないから。あの会うシミュレーションだけはもう万全にやっとく。おめでとうございます。素晴らしい、もう素晴らしい記録、おめでとうございます、はい、ね。で今日はね、あの、はい、沈黙のパレード絶賛撮影中だったので、そのはい、撮影中だった合間合間に撮りためていたラジオセルフィーが、そう、だからそういうのあるんだろうなと思ってたんですよ。なんかございます、ございます。のでそちらも紹介する地底人ラジオになりますから。で結構じゃあ、撮影の裏側なんかも今回ちょっと、いや、ないっしょ。しまった、撮影の裏側で全然関係ないよもや話をまたやっぱり、いや、だってほらまだ言えないし、なんかだけどほら、うー、いや今のシーン大変だった、ちょっと返り血拭いといてみたいなのあったら、返り血みたいな、
なもんな。ガリレオ先生が返り血浴びるとするならば、それはカエルの解剖かなんかでピッてこう、あ、そかそか、事件の血なんか絶対浴びないから、あの人。いやな、あの人基本的に研究所にしかいないんだから。そうですよね。そうかそうか。カエル切らないし、しかも物理学だから。そう、自分は切らないですよ、ね。うん、そうかそうか。いや、な、全くないです。そうですか。はい、心から。よもやば話。わかりました。の撮影の合間のこうよもやま話が満載、はい、ラジオセルフィーどうぞお楽しみください。8月22日日曜日、時刻は朝の6時42分でございます。DSP に代わりイーストが、セルフィーを回させていただきます。本日はガリレオ沈黙のパレードの撮影でございます。福山さん、お疲れ様です。 Good morning Tokyo。 How are you, Tokyo? いい朝ですね。Yes. Can you hear me? あれ? I can hear you. なんか車空いてるね。今日日曜日の朝っていうこともあるんですかね。これ1000円上乗せされてるの?まだされてない。あ、されてない。はいはいはい、またパラが始まるとね、高速首都高1000円乗っかるんですけど、まあここ最近の我々の動きを言いますと、結構そのロケの追い込みで、はい、各所にロケで動いてるという状態で、で睡眠時間はまあ車の中で寝たりとかってするとそうでもないんだけど、でもスタッフ的には疲れてるはずなんですけれども、磯くんは昨日1時寝たの？そうなんです。だって今日6時半出発だから、はい、あなた起きるの5時でしょ。4時ぐらいですかね。4時寝てないじゃない。あの昨日撮影が結構早めに、我々はデイでね、昼まで終わったので夕方ぐらいには我々も解散できたんですけど、一回帰ってこう安堵感から一回こう寝落ちし、うん、なんか微妙な時間に起きちゃったので、うん、ちょっとどうしようかなと思って、あの深夜まで営業してるサウナにちょっと、はいはいはい、整えに行かせていただいて、ちょっと早々のぐらいの時間になってました。はいはい、早朝に箱スカが連なって走ってるね。本当の R なのかな、あの2台の、スカイライン GTR、まあ、通称ハコスカと呼ばれる、まあ、昭和40年代の車ですよね。状態が良ければ2000万とか3000万円とかしますよ。まあ、高いやつだと本当にもう1億とかあるよ。あの後ろの2台目の方ですよ。あの2台いた、まず先に走ってたのも本物だったらね。まあ、GT を GTR に改造してるバージョンも結構あるんで、いい音してたね。でも夜も朝もだいぶ過ごしやすい気候になってきたので楽しいでしょうね、ドライブとか。そうね、その今本当にその日本車の旧車がブームで、それもバイクも車も、はい、なんかやたらブームなんだよね。すごく欲しかったね、俺も実は。ハコスカとか、はい、その前のダットサンフェアレディっていう、ダットサンフェアレディ、うん、SR311 っていうのがあって、はい、オープンのね、それとかもすごく欲しかったし、まあ、ベレッタも欲しかったし、まあ、日本のスポーツカーの頂点というとトヨタ 2000GT なんだけれども、はい、もうそれはもうすでに億超えですよ。だけど実際乗るとどうなのかしらっていう、その乗ったことないからね、はい、で乗ってみるとあれなんかちょっと遅いなとか、まあ、遅いのはいいとしてブレーキが効かないなとか、なんかハンドリングとかもなんかコーナリングもいまいちだなとか、そういうことが起こると嫌だなと思って、はい、結局買わずに。あ、じゃあ今言われたやつは一台も買ってない。いや、なんかね、
そうじゃないかもしれないんだけど、4フォアでね、はい、僕はなんかちょっとそう思ってしまって、CB400 フォア。あれ70年代、O400 お前は風だというキャッチコピーとともにですね、登場してきた、ホンダの 400cc バイクなんですけども、はい、憧れだったんですよ。で、手に入れて持ってるんですけど、味わい深いですよ。味わい地味深いバイクなんですけど、ちょっとやっぱ物足りないんですよね。ああ、そうこうしてるうちにこのビッグシティ東京を最も感じられる橋、レインボーブリッジを渡って、左手にはね、そのオリンピックの会場となっていた選手村方向の、まあ、パラがね、はい、まもなく開催されるという、今この時系列で言うとね、はい、で私はというと、はい、まあ、ちょっと話はどんどんずれていったんだけど、まあ、昨日帰っても9時半には10時ぐらいにはもうちょっとリビングでストレッチポール乗って体を、まあ、それこそ整えようと思ってね、はい、寝る前にやっぱりストレッチポール乗ってから寝た方が体にいいので、そしたら寝落ちしてて、あ、もうストレッチポールの上で、ストレッチポールに、うん、そう、ストレッチポールに首が引っかかったまま起きたら2時だったそれは一応整われた。でもね、やっぱりそのちょっと伸ばしてるから首と背中を、まあ、全然いいんだよね。ここ連日緊張している状態が結構続いてたと思うんで、うん、それでまあその後また寝て、はい、で僕は6時起床だったので、結局だから一瞬中座しちゃったけど、 中起きしちゃったけど、はい、8時間ほど寝れてるということになるじゃないですか。まあだから割と、まあ、眠いけど朝だから、はい、眠いけど割と元気っていう。はい、メールがいくつか届いてます。はいはい、ちょっとさっき整うみたいな話があったので、うん、整うのパーってなります。その整うっていう言葉が流行ってるから、はい、整ったような気になってるかもしれないけど、そのイーストの中で整うって何？僕の整うですか？うん、そうですね、見えてるこう焦点がこう、なんて言うんですか、いつも3メートル先ぐらいに焦点が合ってたものが5メートルぐらい先にこう焦点が行くような、ちょっとこうぼーっとするみたいな感じですか。3メートルぐらいしかないの？正直。いや、今のはなんて言うんですか、近視眼的な例えと言いますが、言いますか、ああこう見ようとしてるもののもうちょっと先ぐらいに焦点が行くような、こうちょっと ぼやけて見えて、まあ体の中からちょっとポカポカしてくるみたいな。なんかこうプロサウナの人、サウナプロの人はすごくなんか所作が綺麗みたいなの聞くんだけど、はい、そういう人いらっしゃるの？所作が綺麗、なんか原田泰造さんがテレビでなんか喋ってらっしゃったよ。あのドラマとかもやられてますからね、うん、あの基本会話とか禁止になってるんですね。まあそうですよ。なのでコミュニケーションとかももうほとんどもうみんな沈黙の中、暑い部屋でこうみんな下向いてこう汗を流すみたいな状態になってるので、ああ、なかなか所作を、すいません、あの浅はかで申し訳ないんですが、そうね、観察できていなかったです。なんか整うとか言うとさすごく詳しい人に感じちゃって、まあ業界人ってやっぱこうマニアックっていうかね、ある程度こうニッチなものに対して深掘りして情報を持ってるっていうのがなんか業界人のイメージだと思うんですよ。はい、だからこう何かをこう
一つ語れるぐらいの情報量があるのかなと思って、まあ自ら整うというワードを出してきたぐらいだから、これは誘ってるんだなと。はい。福山さん、整うの部分ちょっと僕に喋らせてくださいよっていう、これは振りなのかなと思って、はい。掘ってみたところ、浅かったね。サウナにいるみたいに今汗がこう、じんわり今、体から。いやいや、これ多分サウナに詳しいリスナーさんから、あんたんとこのイーストさんはサウナに対して何にも分かってませんね、という。すいません。じゃあまずはそのね、一曲行って、はい。一曲行って、その、一回ちょっと、トークの流れを整えて。はい。ね、すいません。整えていただいて。サウナに、サウナ中に聴く曲とかってあんの？ああ、なんだろう。テレビがついてたりするお店も多いですね。サウナが終わった後に聴きたい曲ってどんな感じなの？爽やかな。あ、バラード？それとももうちょっと爽やかな。僕は、疾走感あるような曲とかを、自転車でそこまで行ってるので聴きながら。なるほどね。じゃあ私のアルバムで疾走感、まあじゃあちょっとその、はい、サウナ後に自転車で聞いて、サウナ前とサウナ後では変わったよと、はい、整ったよと、はい、革命が起きたよと、はい、いうことで絶賛発売中のブルーレイ&DVD アキラから革命。福山雅治と総口明久の地底人ラジオ。普通歌が届いております。はいはい。ラジオネームみこさん、23歳女性の方です。うん。コン変態。コン変態。私ってもしかしてちょっと変態なのかなと最近思い始めたので、マシャに判断していただきたくてメールしました。はいはい、タモリさんのお言葉でもある、はい、人類は皆ちょっとずつ変態ってやつですね。そうですね。はい。はい。こんな内容です。私は昔から好きなものにはとことんハマる性格なので、これだと思ったらのめり込みすぎてしまうところがあります。はい。大事よ。小説とかドラマとかハマると一日中調べまくって誰よりも知りたい。これイースト君ともう全然違うじゃない。一番になりたいと思うんです。うん。もちろんマシャも例に漏れず、うん、小学生の頃にハマってからずっとのめり込んでいます。あら、ありがとう。まだこの架空のものに対するのめり込みなら自己完結しているのでいいですが、日常生活でも同じようなのめり込み方をしていることに気づき困っています。何？職場の先輩のことが好きすぎて依存してしまうのです。あら、そう。一回り以上年の離れた女性の先輩なんですが、仕事もできて、はいはい、優しくて、時に厳しい人、はいはい、今やっているドラマ箱詰め、戸田さんと、はい。長野さんの。警察の、うん。箱詰めの戸田恵梨香さんみたいにパーフェクトな人です。はっは。去年一緒に仕事をしていた時から先輩の優しさに甘えて、あ、この人だと、無意識に思っていたのか。うん。いつしかこの人の一番になりたいと思い始めていました。誰にも取られたくないという子供みたいな感情で、何をするにも先輩に相談したり、時間を見つけては先輩の手伝いをしたり、うん、自分の仕事はそっちのけです、うん、先輩から愛情をもらって一緒にいる時間は幸せなのですが、うん、のめり込みすぎる自分が正直怖いです、うん、今まで彼氏と付き合ってものめり込みすぎて何も手につかなくなるのが怖くてブレーキをかけてばかりでした、うん、だから自分で勝手に冷めてしまう恋しかしてきていません、はいはいはい、こんな私がちゃんと恋愛できるのか不安になってきました、うん、
これってやっぱり変態だからですか？という目です。ミコちゃん、かわいいよミコちゃん。あめ、あまりもちゃん、ズバリ言ってもいい？お願いします。ブレーキなんか外しちまえよ。いや、それはね、多分ね、まあ、怖いからっていうのがあるんだろうけど、ちょっとその、女性の先輩が恋愛対象になっているのが怖いっていうことなのか、はい、もしくは、こういう自分の体質が全方位に対して、これまでの恋愛遍歴のようなこう男性に対しての恋愛、もうこの自分のこうブレーキかけがちだから何も発展しないのか、でもしてみないとわかんないからね。その時々この番組でもう話に出る自分のこう性の獲得、はい、一体自分は何がフィットしているのか合っているのか、まあ、ジェンダーレスと言われる時代、こんなにも多くの人が自分の性の獲得に悩んでいたんだっていうことじゃないですか、はい、だからいいんじゃないですかね、こう本当に自分が心安らぐもの、本当に求めていたものっていうのを獲得する、性自認というやつですね。それを獲得するためにはブレーキを踏むと獲得できないっていうことだと思うんで、もしその女性の先輩のことがもう恋愛の対象として好きなのかもしれないと思ったら、一回そのブレーキを外してみると。ただまあその先輩も同性が恋愛の対象かどうかっていうのもわからないからね。はい。イースト君もそういうジェンダーフリーなバーで昔バイトしてたことがあるんでしょ？あジェンダーレスなところで。すごいですね。よく覚えていただいて。それ覚えるでしょ？どうせだって印象的な話だから。まだ大阪にいた頃に、入社前でしょ？入社前です。学生の頃に、面接に行って普通に、行ったら系列店にヘルプで行ってくれと言われ、はい、行ったお店が会員制の、うん、まあなんていうんですかね、体が男性になってしまったんですが心は女性という、うん、はいはいはい、方たちがまあ集まってくるような、うん、お店、うん、でちょっとまあ半年ぐらいですかね、はいはいはい、お仕事ちょくちょくヘルプで行かせてもらってた時期はありました。業務内容はサーブなの？接客もしっかりさせてもらいましたね。ああ。いわゆる。席に着くんだ。クラブとかに近いです、多分。この子、新しく入ったキャストの子、イースト。ノンケのキャストだから可愛がってあげてね。みたいな感じ。もう、そのまんまですね。今ちょっと若干思い出しました。俺行ったことないけど、そういうことはなんかすぐできちゃうのって、やっぱり。本当のマシャを探しに行った方がいいのかな、俺も。ブレーキかけてるかもしれない。かけてんのかな、俺。もしかしてロックかかって、ロック解除した方がいいのかな。一度してみるっていうのも。ねえ、そうよね。わかるわ、なんとなく。いや、でも、皆さんに可愛がっていただいて。可愛がられた？可愛がられました。会社で可愛がられないのに。あ、ちょっと待ってください。ちょっと。ここ最近の地政人ラジオで課題になっている我がチームのスタッフが上司から可愛がられない問題、はい、何なんですかね。イーストもキャストとして働いていた頃はお客様にとっても可愛がられて。そうですね、それこそ今福山さんおっしゃってたように、うん、ロックかかってるだけじゃないの、はい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 、私たちが鍵開けてあげるわよっていう、はいはいはい。どうだったの？鍵外されそうになったりしたこともあったの？うわぁ、ちょっとラジオではいいじゃない、別に。でもやっぱり美意識高いので皆さん、うん、もうお肌も髪の毛も、うん、身だしなみもしっかり気を配られてたので、そういうところはすごくもう綺麗な方っていう性別関係なく。ちょっとマサハルさんみたいじゃない？マサハルさんも美しいので。マサハルさんももうこれからまた現場に入ってメイクとか始めるけど。
マサさんやってることもほとんど変わらないからね、その普段の芸能の生活の中でね。そうですね。もう髪もね、あのセットする前にすでに今日も髪とこうあのヘアピンで止めて、ね、もう下準備してるからね。あのいっぱい止めてあります今。もう女子高生みたいになってるからね、髪が。いやでもやっぱそこでこう見た目を綺麗にするということがどれだけこう印象を変えるかっていうところはすごい学びました。そうなんですよ。要するにその見た目外見っていうのはそのルックスがいいとか悪いとかってそこじゃなくって、ヘアスタイルに気を配っている、自分はこういうファッションが好きですよっていう、まあ身だしなみだよね、はい、自分に置いての身だしなみっていうのは、これはまず相手に不快感を与えないというのが一つ、はい、それと自分ってこういう人なんですよねっていう表現としての身だしなみっていうのが一つ。これすなわちどういうことかというと、はじめましてこんにちはっていうふうに、人はそのコミュニケーションっていうのは会話から始まると思ってるけど、これ全然違っていて、はい、人のコミュニケーションっていうのは視界から始まるんですよ。見た目から、それが最初じゃないですか。はい、そうですね。まず目に入ってお互いの姿を認識して、その次にこんにちはとかこんばんはって言葉の挨拶があるでしょ、はい、だからコミュニケーションっていうのは言葉より先にもう始まってるんですよ。だからファッションや身だしなみっていうのはご挨拶の前のご挨拶なんですよ、うん、そういうふうにお店でも教えられなかったイースト教えられたんだと思います。たんだと思います。あのでも自分でそれを掴んでいったわけね。そうですね。あのやっぱ周りの先輩たちがやってると自分も真似しなきゃみたいなところは生まれてくるので。それはいいじゃないの、紳士の集まりの中で紳士クラブで学んだんでしょ。紳士クラブでしっかり学ばせていただきました。いや俺がイーストぐらいの年齢だったら、そういう同じ境遇でバイトをしてたら、はい、一回鍵開けてもらってたかな。あ開けてもらわないと分かんないから。そうですね、開けてもらって違ったっていうんだったらそれは違っただし、はい、まだその鍵を開けに来た人って、その僕はまだこの52年の人生の中でその紳士に、はい、鍵開け紳士の方に会ってないので、はい、あれよ、いわゆるっていうこう助走をされて、あらちょっとお兄さんもうちょっとこっち座ってよって座ったら急に股間をガツッと掴まれて、はい、あのそのままあの、揉みしだかれながらずっと会話するみたいな、そういうのはありますけど。そういうのもあるんですね。それは割と普通にあるじゃないですか。お店としても。お店としても。あります、ね。いわゆる、なんつうんだろうね、ああいうのって。まあ、女装ちゃんとされていて、でも、髭濃いっていうような感じの方に、こう、はい、そっちも、揉まれても、まあ、なんとも思わないから、はい、そっちではないのかなって。だけど、今イーストが言ってたようなこう紳士たちの集いは行ったことがないので、そこだとまたちょっと違う感じになるのかもしれない。もう一ついいですか。はい、普通おたいただきました、うん、ラジオネーム美里のたかちゃん、うん、埼玉県美里市、39歳男性の方です。たかちゃん、たか福山さん、こんちてえじん。こんちてえじん。8月に39歳になりました。おめでとう。毎年母が一番にメールでおめでとうを言ってくれるので、ありがとうを返しているのですが、心から喜べたことがありません。どういうこと？小さい時から褒められたり祝ってもらっても、ただ恥ずかしいという気持ちだけで、全然喜べません。できることなら何事もなく普段通りに接してほしいのですが、はいはい、福山さんは褒められたりお祝いをされることが多いと思うのですが、はいはいはい、感謝の気持ちはもちろんあると思うのですが、
心から喜べていますかという。はい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 。ズバリ言ってもいい？お願いします。心から喜べるものと心から喜んでないものと二つありますよ。それはその、まあ、あくまでこれも自分の個人の感想ですけども、はい、あ、これは間違いなく褒めてくれてるなって、嘘なく褒めてくれてるなってわかるものと、はい、あ、これ別に本当は思ってないのに、なんか浅い情報でなんか褒め力を使ってみようとか、はい、頑張っちゃってるな、この褒めようとしてるのってっていうのとか分かりますから、そのまあ両方2つあるので分かりますよ。それとあと、まあ、これはね、訓練しましたね。僕も基本的には喜びベタだし、はい、褒められベタ、褒められベタというかこう、まあ、要するに自己肯定感低めっていうやつですよね、はい、どんだけ褒められてもなんかこう、いや、ありがとうございます、でももっともっと自分としてはここまで行きたいんですよね、もっとレベル上げたいんですよねみたいな感じだったんだけど、そのいや自分としてはもっとこうなりたいんですよねっていうのは褒めてくれる人にとってはまあ関係ないというか、ああはい、うん、だから褒めてくれる人に対してちゃんとこう向き合うっていうことかな。だから褒め力も大事だし、はい、褒められ力も大事だし、こういい循環になるように、はい、まあ母親とかそう近い存在はさ、はい、母親に褒められても恥ずかしいじゃない。恥ずかしいですね。照れくさいし、で母親もそうだろうし、もう俺もだって母ちゃんに褒められたことがないよ。ああそうですか。ないない。まあ彼は男子でしょ。はい。美里の高ちゃんはさ、だからそういう気持ちでいいんだけど。まあ、よく言うんだけどさ、根本的には人間変わんないんだけど、だけど、タカちゃん会社員やってるじゃない。可愛がられ力が今テーマだからね、知的になると。可愛がられるかどうかですから。そうですね。でもせっかく可愛がってもらったらしっかりと、ありがとうございますとこう。そうそうそう。より可愛がられる。可愛がりたくなんな、お前。たか可愛が、だって中間管理職の年齢じゃない、39歳。そうですね。可愛がられ力を高めた方がいいと思いますよ。会社員としてやっていくんだったらね。いや、それに越したことはないというか、なんというか、なんだろう。絶対そうじゃなきゃいけないとは言わないけれど、まあ、なんかあるじゃん、こう電話するときとかでもさ、はい、仕事だから仕事の内容のための確認で電話するけど、電話かけやすい人とちょっとかけにくい人といるでしょ。あ、います。まあ基本的には仕事の連絡するんだけれども、この人だとちょっと先に LINE 入れといて、すいません、お仕事何々の件でお電話したいんですけど何分頃がよろしいでしょうかとかっていう風に一発かまして電話する相手と、はい、それはもうなく、もうダイレクトコールで仕事の件でワンと電話して、まあ出なかったとしても、はい、すいません、何々の件で連絡しました、折り返しお願いしますっていう二パターンあるでしょ。ありますね。この違いよ。なんだろう。いや、だから前者は電話をしにくいのよ、どっちかっつうと。そうですね。うん。要は前者の場合は、なんだよイースト、要件があんだったらまずいきなり直電してこないで、要件のこと事前にインフォメーションしてから電話してこいよって思うタイプだからこそそうするわけじゃん。はい。でも後者は、ああ、何どうしたっていう準備がなくても仕事の話ができる相手、はい、その相手のまあ性格によるんだろうね。ダイレクトにかけた時に一応こう気をつけてるのは、はい、何々の件なんだけどっていう主語をまずだよ。でツアーの件なんだけど、はい、リハーサルの件なんだけど、撮影の件なんだけどとかっていう風にまあ説明をするという、まあ
心から喜ぶというのも難しいですね。心から喜べなくていいんじゃない？心から喜べるってある？僕まだ今これ心から嬉しいなっていうのは思い返した時ですかね。思い返した時にあの時って本当に嬉しかったなと思ったりすることはあると思うんですね、まあ、ライブとかはねすごくこうオーディエンスの歓声や手拍子やでそれはたくさんある、心から嬉しくなれる瞬間ってたくさんあるから、だからこそまあ僕はライブが好きだっていうのはあるんだけどね。だから僕はライブがあってよかったなと思いますけど、だから美里のタカちゃんにおいてはなんかそういう何でもいいじゃないですか。例えば釣りとかでね、はい、大きいのが釣れた時って心から嬉しかったりすると思うんですよ。対人関係の中で心から嬉しいことがなかったとしても趣味の世界で心から嬉しいことがあればいいじゃないですか。大切なのはちゃんと心が感動しているかどうかということで、それが対人関係の中でなかったとしても別にそれはそれでっていうことだと思います。僕がだから心から嬉しいと感じる瞬間、その笑顔が見たい。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。8月22日日曜日、時刻はお昼の11時16分を回りました。映画ガリレオ沈黙のパレード、撮影の第一現場が終了して移動となっております。お疲れ様でした。蒸し暑い、湿度がすごい高いね今日ね。そうですね。さあエンターテインメントラジオ、はい、変わってのメールは、変わってはですね、普通オタからちょっとこんなお話が来たので、ぜひちょっと福山さんにも、と思います。ラジオネーム、かなさん。佐賀県、20代の女性、看護師の方です。マシャ、私の悩みを聞いてください。かなちゃん、聞くよ。私の悩みは、出会いが全くないことです。学生の時は、社会人になったら出会いがあるかなと期待していたんですが、社会人になっても全くありません。私は長崎県内の年上の人と出会いたいのでそれ決まってんの？出会いたいタイプが。そう、長崎県内の年上の人と出会いたいですね。出会いたいので婚活パーティーにも予約を4回ほどしたんですが、長崎の？おそらく。へー。そうですね。コロナ禍ということもあってどれも中止になってしまいました。まあそうだよね。マッチングアプリは積極的ではなく仕方なく何度か試してみたんですが、やっぱり全然好みの人はいませんでした。私は結婚までに3年は付き合いたいなと思っていて、将来子供も3人ぐらい欲しいので、ゆっくり構えていられません。でも出会いがなさすぎるのでこれからもずっと一人なのかととても不安になってしまいます。マシャ、どうすれば理想の男性に出会えるのでしょうか。教えていただきたいです。ズバリ言ってもいい？お願いします。かなちゃん、理想の男性なんていないよ。理想の男性とか理想のタイプとか理想の女性とか理想のってありますかね。出会えるかということですか。出会ったとしても、はい、なんか違うかもって思うもんじゃないですか。理想、いや 100% 理想なんてことはこれありえないわけじゃないですか。はい。だどのあたりで手を打つかっていう、はたまた、いやいや、はたまた理想とは違うけれど こっちも意外と良かったなっていう喜び、発見。そうですね。もっと臨機応変に柔軟な感じで探した方がいいんじゃないですかね。まず長崎県内の年上の男性っていうのは非常に限定的だよねでもどうなんでしょうか。私その世代が世代なんで、そのマッチングアプリとか使
はなかった世代なんですけれども、うん、今自分が20代でこの仕事してなかったらマッチングアプリ一応やってみるかな。あ、最初そのお試しでなんかやってみて、真剣にそこでマッチングアプリで絶対に出会うんだじゃなくって、どんなもんかしらっていう、基本合わないんだけど、はい、基本合わないって決めて、あと基本これはこういうアプリってどういうのが来るのかな、どういう使い方なのかなっていうのを試すっていう。まああとその理想の相手っていうとね、まあさっきも言いましたけど、理想っていうのは 100% 叶うわけじゃないから、自分の理想があったとして、だいたいまあ 50%、 6割ぐらい、まあ自分の理想に合ってればあとはいいかなっていう。いや、これはもうプロドライバー、PDM にも聞いてみましょうよ。理想とね、その現実っていうと、まあ、何割ぐらいで OK としてるかっていう。4割ですね。4割発見の方が多い方がいいので。なるほど。こんなこともあるんだとか、こんな可愛らしいところもあるんだっていう。そういう言い方できるんだ PDM。 恋に恋しちゃってんじゃないのボーイ。Hey boy、 はい、愛してるこの子のためなら世界中を敵に回したって構わないぜ俺はって思ってるんじゃないのかい。全然世界の中心で愛叫べるなと思って。 Hey boy。 まあでも20代だからね、イーストもね。なんかやっぱり20代同士の恋ってさ、はい、頑張るよね。恋愛に対しても頑張るし、相手のためにも頑張るし、自分のためにも頑張るし、だけどそのハイカロリーな作業ってそんなに続けられないですよ。まあ最初はハイカロリーでね、はい、ガンガンこう頑張るんだけど、それがある程度こう落ち着いてきて2年か3年ぐらい、まあ、彼女もおっしゃってる通りこう3年ぐらい経って結婚したいなみたいな、はい、もちろん恋してるし好きなんだけれども、3年前に初めて出会った時みたいなドキドキやときめきやっていうのはもう十分に落ち着いた状態、はい、でも好きよ、でも恋してるのよっていう、まあ凪の状態というかね。これなんか僕もちょっとまだすいません、ちょっとまだボーイなんで、はい、あれなんですけど、なぎになる瞬間っていう切り替えがすごく難しくないですか。なぎが来ると飽きたんじゃないかお互いって思っちゃうんでしょ。マンネリっていうやつなんじゃないのかと。バカだなボーイ。そこからが本当の恋だよ。教えてください。だってそんなもうあのなんかナショナルジオグラフィックで読んだけどさ、これも何度も言ってるけど、はい、その恋するこうドーパミン、はい、ときめきみたいなのって1年半ぐらいしかその持たないらしいよ。へー。そこからこうなぎの愛、なぎの恋に変わっていく、そのオキシトシンという脳内物質が出る。これも安らぎ物質で、だからそのオキシトシン、まあ、多幸感とかそういったことも書いてあったかな。へー。そのオキシトシンになってからがお互いこうなぎの恋の海を漂う小舟になっていくんだけど、若い時はおそらくそのドーパミンからオキシトシンに変わっていく時に、あれなんかあの頃みたいに強く思ってないかもっていう風に勘違いしちゃうんだろうね。安定を求めるタイミングと、もっと情熱的になっていきたいみたいなパートナー同士の差ができちゃって、ああはい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 、もちろんいろんな恋愛の形があってもちろん自由なんだけど、はい、僕ねよくこうお互いを刺激し合ってお互いを高め合えるようなパートナーと一緒にいたいとかっていう話たまに聞くじゃないですか。すっごい僕言ってると思います。あそんな刺激与え合うのってもう疲れない。そうなんですかね。刺激し合いたいんだ。なんか切磋琢磨じゃないですが、なんかこう
ねえ、イースト君さ、もっとさ、仕事に対してこういう風な向き合い方した方がいいんじゃない？あなたの仕事の仕方とか、まあ、変えた方がいいんじゃない？上司に対する態度とか、あなた本当にやりたいことは何なの？こう、そうなんじゃないじゃないの？みたいなことをこう、ぶつけてくる人。あ、そっちは嫌ですね。そっち嫌なんだ。じゃあ何刺激してほしいのよ。例えば、彼女も仕事をしていたとして、うん、仕事でこんなことあって、あんなことあって、うん、っていうような、こう、頑張ってる姿が見れると、うん、あ、自分も頑張らないとなと思えるっていう。あ、そういう意味？だから要するに自分の領域、お互いの領域は、お互いの領域で、口出しせずってこと？そうですね。いろいろ言われちゃうと、何を知ってるんだとなっちゃうので。はい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 。あ、そういうことね。皆まで言うなってことね。あ、そうですね。それはまあまあそうなんじゃない、みんなそうなんじゃないの、あんまこう口出しされたくないじゃん。そうですね、あでも口出しはしたくなっちゃうです、ね、おいボーイうぜえじゃねえかよだからいないんですかね相手がまあそんな風にね、はい、かなちゃん、まあいろいろ試してみるっていうのと、絶対にマッチングアプリで見つけなきゃいけないってことはないから。まあ、マッチングアプリ推奨してるわけじゃないよ。でも周りにもそういうこう、試しで入ってるみたいな人いるかもしれないから、ちょっと話聞いてみたりとか。まあ、あと合コンとかもね、今コロナだからなかなかね、こう出会えない、ねえ、いけないけどもさ。まあ、コロナだからっつったらもう本当にマッチングアプリでも怖いよね。そうですね。全然知らない人と会うのね。まず検温するところから始めなきゃいけないもんね。まあでもこういうその、かなちゃんみたいな、ね、あんまりバリバリと積極的に動くタイプじゃない場合はご紹介の方がいいんじゃないですかと思いますよ。あと理想っていうのは本当になかなかないもんですから。理想が思っててもいいけど、どれぐらいのところで手を打つかっていうのをこう、ね。あなたに理想があるように。相手にも理想がある。ね。かなちゃんが 100% 理想の人かどうか、それはなかなかないと思うよ。いいとこで手を打つ。ね。リクエスト曲ございますね、はい、かなちゃん、ね。いただいております。ありがとうございます。最近は7月7日にハマっていますと。7月7日お願いしますということで。ね。では、福山さん。7月7日。お知らせでございます、はい、We are Bros Tour 2021-2022 開催決定で、とにかくそこに向かっていくんだと。で、何度も言っておりますけれど、本当に開催されるかどうかっていうのはもう直前にならないと分かんないですし、開催が始まってもどうなっていくかっていうのは分からないんですけれども、だけどやはり目標というものが僕も欲しいですし、ブロスのあなた、そして地底人ラジオリスナーのあなたとも約束をしたいですしっていうところで、今回ツアー開催を決定させていただきました。チケットのね、当落が発表されて、ツイッター上には本当に皆様から様々なつぶやきね、上がっておりましたね。私どもももちろん見ています。まあいろんなお声を頂戴してね、でもやっぱりこうファンの方々同士が傷つけ合うような空気っていうのはやっぱ見てて辛いですよね。そういう風にやっぱりなってほしくないな。だけどここで何か我々がね、いやいやちょ待てよとか入ってくるのもこれまたちょっと違うなっていうね。まあでも本当ね、チケットがね、こうたくさんのご応募があったっていうことのね現れではあるので、まあそこで座席数を全て確保できてない状況の中、開催をするっていうふうに決定したのは我々ですからね。まあそこはちょっとこう申し訳ないなという気持ちもございます。はい。
チケット取れなかったという方に対して何かできることってあるのかなというのは引き続き考えていきたいと思います。とはいえF モマのエントリー、それとこの後はプレイガイド選考であるとかイベンターさんの選考であるとかも始まりますので、もし取れなかったという方がいらっしゃったらそちらの方トライしていただけると嬉しいです。長崎の編プロジェクト猫キャラフリーダウンロード開始しておりますね。長崎の辺でこうキャラクターあるんですよ。猫のね、にゃんとかセンバと長崎の辺と、でこのキャラクターフリーで開放しておりますんで、長崎の盛り上げね、にゃんとかセンバと思ってらっしゃるあなた、どんどん使ってください。キャラの使用や活動の PR をする際にはぜひハッシュタグ長崎の辺をつけて SNS で投稿してください。投稿していただいた情報は長崎の辺の公式サイトや公式 SNS、 今後制作する長崎の辺ムービー第2弾、まあ予定でございますけどね、制作予定で紹介していくつもりでございますので、皆様のご参加お待ちしております。音楽界のトップランナーたちによる奇跡のアンサンブルバンドフォーフューチャーが配信されます。こちら何かと言いますと、井上明さんを中心に私福山のライブサウンドを支えてくださっている最強のバンドメンバーの面々が参加するプレミアム配信プログラムでございます。バンドフォーフューチャー9月11日土曜配信されたんですよね。で、アーカイブでご覧になれます。9月17日まででバンドフォーフューチャー、これボリューム2の方は9月16日木曜の20時から21時50分まで、でアーカイブ配信が9月22日水曜23時59分までと。でチケットのご購入でございますけれども、ローチ系ライブストリーミング E プラスストリーミングプラス各サイトでチェックお願いします。さあここで大事なお知らせですよ。幸福キッチンが帰ってきます。福山雅治の幸福キッチン第3弾配信決定。なんとゲストは黒柳徹子さん。ちょっとブルースバッファー風にちょっと紹介させていただきました、はい、徹子さんですよ。来ましたね。徹子さんがそもそもゲストで出る番組ってほとんど見たことないでしょ。どっかに徹子さんが赴いていくって、みんなが徹子さんに会いに来るっていうイメージですからね。その徹子の部屋に、徹子の部屋に会いに行くか、部屋を出てマシャの部屋に行っちゃうわけでしょ。そうです、マシャズキッチンに。そうです。だからまあ今回ね、徹子さんをお迎えするにあたり、まあ正直相当お料理の練習もさせていただきました。そんなもパッと行ってパッと作るなんてそんなできない。いやパッと行ってパッと作っちゃ多分まずいですよね。なんかささっとできるおかず2品みたいなそんな出されてもね。ちょっとまた詳しい話は後日になるんだけれど、おっとこれが引っ張っていくって来週向けて、はい、聞いてやってください。詳しいお話は来週ちょっと。まずは第1夜第1週目はですね、9月25日土曜20時から、ね、で第2週目10月2日土曜は20時からで、この2週にわたってお送りします。チケット販売はですね、9月の11日から始まります。もう始まってるじゃないか。詳しくは福山雅治オフィシャルサイト内のニュースをご確認ください。さあオリンピックパラリンピック終了しましたけれどね、ボランティアスタッフの皆さんも本当ねお疲れ様でしたよね。この大会いろんな思いで参加されたと思います。そして医療従事者の皆様、エッセンシャルワーカーの皆様、もうそれだけではございません。もう本当に誰もが大変な日々を過ごしております、ね、そして、まあ、総裁選もございます。そして衆院選もこれから年内ございます。積極的に参加するべきですね、今回なんか特に、まあ、いつもそうなんだけど、いつもそうなんだけど、やっぱりすごくこのコロナ禍における衆院選というのはもう本当に大きな意味を持つ、これからの日本において。今のうちにいろんな情報を集め、少しでも政治がどうなっているのかという勉強をし、でどういう国になってほしいのかという自分の考えもまとめて衆院選に挑みたいですよね、はい、
さあ、地底人ラジオは引き続き君からのメッセージをお待ちしています。地底人ラジオを検索してメッセージをクリック、投稿フォームに行けますのでそこから送ってください。で、ではでは今週はこのあたりで、ここまでのお相手は福山雅治で R でした。ではまた来週まで、バイバイク。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りしました。私の心